はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、楓さんちへようこそ。ローランドさんとヨシキさん、容姿がすごく似てないかっていう話なんですけど、要はねすごく似てるなと思って、厳密に言えば髪の色だったりだとかっていうのは違うけども、大まかに見てその顔形もなんとなく似てるし、でサングラスもなんとなく似てるし髪型も似ているしっていうことで、本当に大まかな感じで似てるなと思ったんですよね。でもともとそれを半年とか1年ぐらい前から私は思ってたんですけど最近夕ご飯を旦那さんと食べてて、でローランドさんのやっている CM とよしきさんがやってる CM がちょうど同じ時間帯にやってたんですよね。で、ちょうどそれを見た後ぐらいに、その先にやってた CM の人は誰って聞かれて、ローランドっていう人だよって。で、後のはよしきだよねっていう話をしてて、そう。よしきさんだよっていう話をしてて、この二人ってさ、似てねって思ったんだよねって旦那さんが言ったんですよ。そういうね、芸能ことに疎い旦那さんが似てるって思うんだったら、似てるんだと思って結構ね、ってその自分にとってはこの人とこの A さんと B さんが似てるって思っていたとしても、旦那さん的にはいや似てねえよっていうことが多かったんですよ今までね。でそれがローランドさんとヨシキさんはすごく似てるっていうことで、よほど印象深かったのかなと思ったんだよね。容姿的にはね、すごく似てたんだけど、ローランドさんのその言動というか、喋り方って、別の人に似てるなぁと思ったんですよ。私はね。で、誰だろうと思ったら、ガクトさんに似てるなぁと思って、これ、私だけのが言ってるだけなんですけど、その言い方とか喋り方とか、多分言ってる内容的にもガックンが言ってそうな感じなんですよ。あくまでもこれは私の意見ですよ。ガクトさんファンの方にはね、お怒りだと思うんですけどごめんなさい、すいません。はい。で、他の人はどう思ってるか分かんないですけど、ホストだったりホステスだったり、他の人気商売の、モデルさんなんかもそうだと思うんだけど、トップになるまではそのトップというかそのトップ3ぐらいまでになるのには結構努力が必要だったりとかしてて、服なんかも中の上ぐらいのものを着たりだとか、そのホストとホステス系の方なんかはお化粧なんかも髪型なんかもいろいろ気を使ったりだとか、香水はどの香水がいいとかっていうのがあると思うんですけど、そういうことで、そういうことで、いろんな人の真似をすると思うんですよ。で、言動も、髪型もそうだし、
で、言動もまあ人気のある方の喋り方をちょっと真似てみたりとかしてて、それがまあその身についちゃったりしてて、後から見るとそのローランドさんの言動はガクトさんに似てるよねって思うような雰囲気になっちゃったりとか、うん、まあその元々の顔の形がヨシキさんに似てないと、多分顔の雰囲気っていうか、そういうのはヨシキさんに似てこないと思うんですけど、うん、どうでしょうか皆さん似てないですかね、似てるんですかね。まあそれぞれのファンの方たちにね怒られそうな感じなんですけど、うん、それはねちょっと思った。うん、まあね、まあもともとそのヨシキさんとローランドさんを比較するのはまあねおこがましいというか失礼に当たると思うんだけど、うん、また別のねそのジャンルっていうのもいるからなんだけど、どうでしょうか、似ていると思いますか、似てないと思いますか。なんか似てるなと思ったんだけど、私だけなんだろうか。ちょっとねそういうこともご意見いただきたいと思います。できればコメントもねお願いします。それでは皆さんさようなら。あと登録もお願いします。